おはようございます。中高年の味方、時事雄三です。今日はですね、家庭菜園ということで、おうち野菜ですね、夏実る、実つきがよくたくさん収穫できるズッキーニの、今日はもう早速収穫ということでいきます。これがですね、植えましたのがですね、2020年4月の26日でした。ここに植えました。そしてズッキーニ、まあその時でですね、9センチポットで来ましたからですね、一応ちょっと発音がよく分かりませんけど、ジネですね、ジネの実勢9センチポットということで、これは、酒田の種から購入しました。これがですね、ちょっとこう話してみます。これが4月26日に植えた分がですね、こう離れてみるとこれだけちょっと大きくなってます。随分ですね、はい、広がってます。ちょっとどのくらい広がったかがちょっとわからないと思いましたということですね。まあ、これですね、早速ではちょっと実の方をですね、確認していきたいと思います。こちらからちょっとここにですね、実があります。葉っぱの中を見てみます。これが、最初のできた実ですね。これが実ですね。ですね、でこの横に次の実がもうなってます。ここですね、だからこれで2本なってます。あ、失礼しました。ここにですね、3本目ができてますね。あ、また失礼しました。気づかなかったんですけど、これ4本目ですね。4本目ができてます。すごい成長ですね。だけど今ざっと見てですね、こう離れてみると1本、2本、3本、4本ありますね。4本あります。まあそういうところで、まずこの中で一番大きいのをですね、収穫していきたいと思います。まあ、そして今日、ですね、普通はですね、ズッキーニの場合ですね、大きさはですね、大体普通でですね、まあ、収穫目安として20センチ、まあ、これが20センチやるかちょっと分かりませんけど、まあ、花のところがちょっと泥についてますから、これは収穫したいと思います。それとですね、だいたい平均荷重が 150g ということでなってます。まあそういうことで、早速ですけど、ちょっと収穫していきたいと思います。ちょっと収穫するのがですね、包丁しがないからですね、包丁でいきます。どこですかね、ちょっとなかなかちょっと厳しい、ここだと思いますね。ちょっと今、あ、ここにありました。結構ですね、あ、パチッと切れました。下落ちました。まあ、こういうところでちょっとすみません、これですね、ちょっとこれをこう持って行ってますね。あ、ちょっと映ってないですかね。ここにですね、ちょっとまずここに置きますね。まずですね、重さを測ってみたいと思います。ズッキーニの重さをですね、さあどれだけあるでしょうか。測ってます。止まりました。180グラムですね。だいたい200グラムってなってますから、まあ、それに近い重量だと思いますね。これですね。とちょっと長さを測ってみたいと思いますね。長さをですね、長さをちょっと今から測ります。長さをちょっと測ってます。長さはですね、16ですね。16ですね。一応これもこのズッキーニの収穫基準にはちょっと足らないですね。長さで4センチ足らない、重量で20グラム足らないというところで、ちょっと早いかもしれませんけどですね、まあ、見てもらえば分かるようにこれだけ大きくなってます。そしてあとですね、さっき見てもらえば分かるように、1本、2本、3本がもうできてますからね。次から次できてますからね。こっちから見ても分かりますように、ちょっとですね、ここが1本ですね。その向こうに1本、ちょっとここから見えませんけど、向こうにもう一本ありますからね。だからちょっと私もズッキーニは前回育てたことはあるんですけども、忘れておりまして、どういうしたのがいいかちょっとわからないんですけどね。一応この手はよく成長します。これだけですね。その代わりですね、虫もちょっとついてきます。次もまたすぐできると思います。そして見てもらえばわかりますように、この葉っぱですね、葉っぱに白いのがちょっとついてますね。でこれは
ちょっと今なんかここでなんか虫さんが頑張ってますけどですね、まあ、こういう虫さんもいっぱい寄ってきます、まあ、こういう虫さんで葉っぱにこっちは白くなってます。この白はですね、このズッキーニの葉っぱの白はウイルス病ではないということを書いてありますね。まあ、ウイルス病の一種のうどんこ病といいますかね、それではないということ、葉の白い模様はこのズッキーニの特徴ということで、うどんこ病ではないということで書いてあります。だけど、まあ、上から見てもらえば葉っぱもですね、すごいですね。やっぱこれだけ、まあ、ついでに虫さんをもうちょっと観察したいと思います。虫の名前はちょっと私も分かりませんけど、ここでですね、まあ、こういう感じでかなりこう大きく育ちました。あと他のもありますけど、他のはまたですね、だけこうだけ育ち方としては花が出た分は全部花の下が実になるみたいですね。もう一本はもうここはありますね。一本ここですね、よく見ないと分かりませんけどね、ここ一本、もうこれも、まあ、これが月ぐらいの収穫ですね。これに2本3本ですね、花が今、1、2、3、3つありますから、全部であと5本6本は成長すると思いますね。あとは、まあ、こういう感じでですね、今日は、ズッキーニの紹介ということでしております。まあ、こちらをですね、ズッキーニ本当すごいですね、育ち方がですね。これが植えたのが4月の26日ですから、今日が6月のですね、7日ですね、6月7日ですね。だから1ヶ月、5月26日、1ヶ月と4日と、7日ですから、まあ、1ヶ月と10日ぐらいで収穫できる近くまでなったということですね。まあ、こういうことで今日はズッキーニをですね、こうしてます。なんか成長がですね、すごいですね。まあ、今日ちょっとこれをズッキーニだけの料理をちょっとしてみたいと思います。そういうことでですね、ズッキーニを一応庭に植えました。ズッキーニを終わります。早速ですけど、ズッキーニを、一本先取った分を料理したいと思います。まずもう一番シンプルで輪切りでいきます。お願いします。川口ひろみさんにお願いしています。輪切りです。結構一本だからですね。はい、これできました。これ今度はフライパンでですね、させてもらいます。今回はですね、オリーブオイルですね。エクストラバージンオリーブオイルでちょっと炒めたいと思います。量はですね、スプーンいっぱいというところでしてみたいと思います。はい、これをいっぱいしました。今4ぐらいでしてますね。はい、今からフライパンに入れて、これが1本の量がこのくらいですね。温めております。まあ、ちょっとどのくらいかよくわかりませんけど、色がちょっと変わるぐらいですね、温めてたいと思います。少し色が変わってきてますね。少し変わってきますね。もうちょっと見たいと思いますね。今でですね、1本ぐらい時間的に経ちました。1分ぐらいですね、これで。まあ、時間的には5分ぐらいやっぱ必要かと思いますね。あとですね、もう少しですね。だいぶ色がついてきましたね。
一つ小さいのをこれ乗せて、ちょっと、いや、これがいいです。はい。ちょっと焼いてる間は私が試食します。味は つけてませんからですね。もう少しで水分が抜けると思いますね。これでちょっと皿に火を止めて乗せましょうか。これでズッキーニだけのですね、料理が出来上がりました。そしてちょっと試食をですね、もう一回してみます。これにまた一個乗せてもらっていいですか。そしてちょっと味をつけてください。はい、これですね。オリーブの香草塩ですね。それちょっと少しでいいから振り返って。少し振り返ってました。これでちょっと食べてみます。まあ自然の感じでですね、美味しかったです。こういうことで、ズッキーニの、収穫から料理まで終わります。ありがとうございました。これで失礼します。で最後にですね、チャンネル登録もぜひお願いします。また次もしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。これで失礼します。ありがとうございます。